勉強を一緒にしていこう。準備して。スタート。はい、カノンのノン TV へようこそ。カノンです。今日はですね、皆様のコメントとかで声が多かった一緒にお勉強してみた動画を撮ってみたいと思います。一緒にお勉強してみただから、今日は一緒にお勉強しましょう。1時間ぐらいかな。何をしようって迷ったんで、英語系と、あと30日で綺麗になれる編集時とか、あと評論文の本とかいろいろ持ってきたので、一緒にお勉強したいなと思ってます。あとなんか記憶力を維持するガムっていうのを見つけたから、これも食べるかも。あと野菜ジュース飲んでます。で、基本的勉強するときは机の上に余計なものを置かないスタイルでいきたいのでお水と飲み物とお菓子だけ置いとく。はい、ということで勉強を一緒にしていこう。準備して。で、時々まあ途中途中音楽聞くかもしれないからイヤホンで聞くね。はい、それでは勉強スタート。なん、はい、ということで英語からやろうかなと思ってるんだけど、どうしようかな。あ、お気になさらず、普通にお勉強していくから。見て、一から勉強英語ブックっていうのを見つけたので、なんか CD がついてるのって私結構好きなんで見ちゃうんですよね。もう喋らないから。
ょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、一応
今10分経過したのね。だから50分のアラームかけとくね。やめとこう。
20分経ちました。ちょっと話していい？30分で休憩の方がいい？いや、20分で休憩しよう。休憩といってもあれなんですけど、みんな好きなお菓子とジュースを飲んでください。休憩時間なので。休憩時間は2分です。残り1分です。また次の休憩のタイミングになったら教えます。今20分経ったよってぐらい。今21分ぐらいかな。うん、音楽聴きながらやるね。なんか数学を解いてる時ってやっぱり頭を使ってるから音楽とか聴けないんですけど、今聞いていいの。2分経った。勉強戻りますよ。ダメ。あと1個。
みんな残り20分45秒ぐらいになったよ。ということで休憩しよう。音すごい聞こえてるね。そこに驚きなんだけど。はい、みんな休憩時間です。休憩時間何分にする？アラームセットしとこうかな。5分は？5分だったらお休みしていいよね。しようしよう。5分から5分だから 1,2,3,4,5 保存。よいしょ。順調ですか？お勉強の方は。なんか途中さ、うとうとしちゃってさ、一瞬やばかった。おいしいねこれ。コーラが好き。あとグレープ、あ、これも可愛くて好き。なんかさ、テスト前とかだと割と焦って本気で勉強してるから、なんか1時間勉強して休憩みたいな感じだけど、今日はね、いいよね。あとちょっとだ。おやすみ。なんかさ、こうテスト勉強をしながらこの体勢に入ることがあるのね、カノン。もう本当に眠すぎてこうやって勉強しだしたらもうアウトだよね。こうやってたらもう、あ、私寝ますよって言ってるようなもんだもん。だからこうやって寝て勉強し始めたらもうアウトなので、その日はちゃんと早く寝て次の日に備えましょう。それがいい、きっと。あとなんか15分おきだっけ、なんだっけ、調べた方がいいかもだけど、あれだよね、1時間半ぐらい寝たらいいんだよね。の周期みたいなので寝たらいいっていうよね。うん、レム睡眠みたいな、ノンレム睡眠みたいな。わっ、これおお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 お、はい、ということで5分チャイムが鳴りましたよ。みんなお勉強開始するよ。 OK、 開始。あと残りもうすぐだから頑張ろう。再開するよ。あと20分。後半頑張ろうね。
よーい、開始。
あ、ほい、1時間経ったよ。なんなん。ということで、みんな勉強ははかどりましたか？ふう、私は時々眠くなってたけど、今日はゆるゆるお勉強会ということで集中はできたでしょうかね。またテスト前で焦ってる期間、こういう動画を撮りたいなと思いました。なんなんなん。はい、ということでカノンと一緒に1時間勉強してみた、いかがでしたか？まあ、今回はゆるゆるだったんですけど、また第2弾第3弾と一緒にお勉強していきたいと思います。今日はちょっとでもはかどってたらいいな。ということで今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしていてくださいね。バイバーイ。バイバイ。